こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。今日はですね、ミスドの新商品を食べていきたいと思います。前回ね、お芋のドーナツを食べていったと思うんですけども、同じ日にもう一種類ハロウィンのドーナツが発売されてた。ハロウィンのドーナツも発売されてたということで、今回はそっちを食べていきたいと思います。バタバタコウモリ、お値段が150円、黒猫フレンチ、お値段が150円、びっくりゴースト、お値段が150円、くるくるチョコミイラ、お値段が150円、くるくるピンクミイラ、お値段が150円。ねえ、これ全然立たないんだけど。ここに点線を折り返して立ててあげてねって書いてんだけど、立たん。はい、ということで早速いただきます。じゃあピンクミイラちゃんからいただきます。柑橘系の味がめっちゃする。見た目的にストロベリーだと思うじゃないですか。でもオレンジとかアプリコットとかそれ系の味がする。食べかけダメな人見ないでくださいね。この上にやっぱりオレンジのソースみたいなやつ入ってるわ。今回ハロウィンだから見た目が可愛いね。ハロウィンって9月だっけ？10月じゃなかったっけ？10月31日じゃなかったっけ？じゃあ次これにしようかな。いや別に無理して立てる必要はないんだけどさ、これ倒れてるとめちゃめちゃ見栄え悪いの。どう？やばくない？じゃあ次、黒猫フレンチってやつ。これ上のチョコがね、欠けちゃってた。これ食べ方難しい。いただきます。当たり前に美味しい。当たり前に美味しいけど、食べ方が難しすぎる。うち普段ミスドでフレンチクルーラー頼むことないんだけどさ、たまに食べると美味しい。砂糖がね、ジャリジャリしてて美味しい。じゃあ次このゴーストいただきます。美味しいけど食べづらさランキングっちゅうもんがあったならば、こいつは堂々の第1位です。でもこれ見た目ド派手じゃん。めっちゃ甘そうじゃん。でも一番甘くないっていうか食べやすい。味はね、これが一番好き、うちは。でも食べづらすぎる。自分の家ならいいけど、他の人の家で食べない方がいいと思う。ほら、最後。次コウモリ、耳ついてる、かわいい。耳いっちゃうまい。上にね、ピンクっぽい紫っぽいのがかかってる。いただきます。紫芋だ。前回のお芋ドーナツの紫芋にかかってたやつと全く同じ味する。チョコと紫芋合うんだね。美味しいけど激甘だね。今日食べた中あったら一番甘い。
うん、甘党さんならよし。じゃあ最後くるくるチョコミイラいただきます。なんかね、普通のポンデリングと変わらないけど、あれ普通のポンデリングでこのチョコかかったやつあったっけ。うん、今年はね、ハロウィンって言ってもハロウィンっぽいことできないから、あんまり外とか出れないだろうし、いいんじゃないですか、このミスドでね、ドーナツ買ってお家でパーティーするっていうのもいいと思います。うん、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。はい、ということでミスドの新商品を食べていったんですけども、今日食べた中で一番美味しかったのは、美味しかったのはあの白いドーナツでしたね。で、前回もう一つの新商品の方のお芋ドーナツの動画も出していますので、まだ見てないよって方いらっしゃいましたら見ていただけると嬉しいです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。